トランプ大統領は27日、ホワイトハウスで会見を行い中東の過激派組織イスラム国の指導者、アブバクル・バグダディ容疑者が死亡したと発表しました。 トランプ大統領の発表によりますと、アメリカ軍の特殊部隊は26日の夜からシリア北西部にあるバグダディ容疑者の隠れ家へ吸収作戦を行いました。追い詰められたバグダディ容疑者は3人の子供を連れてトンネルへ逃げ込み、自爆したということです。トランプ氏は、世界はより安全な場所になったと述べ、作戦の成果を強調しました。また、クルド人勢力が主導する民兵組織 SDF シリア民主軍の司令官はツイッターでアメリカとの共同諜報活動の結果、テロリストを排除したとコメントしました。